これヘリコプターちょっと買っちゃったんですよね。8億円します。8億円、いやー高かったなー。ということで、なんで大洲上空をヘリコプターが飛んでるんでしょうか。すごいでしょ音が。これ周りのね、これ草木もビュンビュン、あー上がった上がった上がった、うわかっこいい、やば。これね、おい草見してんじゃねえよ。これ5人乗りぐらいかな。ほら見て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 、すごいやろこれ、飛んでる。ほら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 、大洲すごいよね。まあ8億円で買ったなんていうのは冗談なわけでございますけども、実はこれ私が乗っているわけじゃなくて、乗った方が映像をお借りして、動画を作成しています。大洲市の危機管理課が主催した、まあ、乗車会じゃないけどね、まあ、防災訓練の一環だそうです。防災、まあ、災害時にね、ヘリコプターの離着陸できる場所を、まあ、テストするというかですね、そういう感じの実証実験というふうなことだそうです。はい。すごいよね、これ見て、上から、あー、富士山が、みたいな、あ、俺んちじゃない、あれ、俺うちの実家じゃない、みたいな、あ、大洲神社じゃない、みたいな、あー、我流の湯じゃない、みたいな。すごいよね。なかなかね、飛行機は乗ったことあるっていう人はたくさんいるかもしれないけどね、ヘリコプター乗ってるって乗ったことあるって人はなかなかいないですよね。しかもこの上からの上空からの大洲市、面白いよね。あ、第二工場じゃねえみたいな、うちの工場じゃねえみたいな感じですけどね。はい。いやー、まあたまにこうやって、ヘリコプターの実験をしてるそうなんですけども、大洲市がヘリコプターを購入したわけではなくて、連携している企業さんからの、まあ、企業さんのヘリコプターらしくて、災害時にはそういう連携している企業さんのこのヘリコプターを使って、まあ、救助に向かったりだとかね、そういうことをするみたいです。6人ぐらい乗れるのかな。運転席が1人、前が2人で、後ろに3人ぐらいなんですかね。6名ぐらい乗れるっていうことで、いやー、あ、大関だよね、これ。うん、そう。すごいね。なんか、まあ、ドローンのね、映像で最近は、こういう映像も気軽に、まあ、見れたりね、するようになったんですけど、まあ、なかなかね、ヘリコプターに乗る機会ってないから、いや、乗ってみたいな、羨ましいな。将来的にはね、なんか大洲の人も、まあ、観光客の人もお金出したらね、乗れますよみたいな感じにもしかしたらなればいいなと思うんですけど、ちょっとでも高そうよね。でもね、一生に一回ぐらいヘリコプター乗ってみたいよね、という動画でした。皆さんも見かけたら手でも振ってみてはいかがでしょうか。それじゃあまたね、バイバーイ。